東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島。今週は子ども家庭課の高田さんと東広島市機関型子育て支援センター保育コーディネーターの上光さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。お願いします。高田さん、今週のお知らせは何ですか？はい、今週は親子の絆づくりプログラム、赤ちゃんが来た、愛称 BP プログラムについてご紹介します。BP プログラムとは、初めて子育てをするお母さんと赤ちゃんが一緒に参加する講座で、週1回2時間程度で4週連続して全4回で行われます。生後2ヶ月から5ヶ月の赤ちゃんを初めて育てているお母さんが対象です。上光さん、実際に BP プログラムではどんなことをするんでしょうか？それでは、平成30年4月に福富子育て支援センターほほえみで開催された時の写真とともに BP プログラムについてご紹介します。初めての子育てが始まり、皆さん不安に感じていることや、他のお母さんはどんな風にしているのかなと思うと思います。例えば、寝かしつけはどうしているの？お風呂はどうやって入れているの？ご飯はいつ作っているの？ご主人はどのくらい育児に参加してくれる？など聞いてみたいことがありますよね。そんなことをテーマにして、お母さん同士で話し合ったり、アイデアを出し合ったりします。子育ての知識として DVD を見たり、テキストを見る時間もちょっとだけあります。参加されたお母さんからはどんな声が聞かれていますか？同じ環境の人がたくさんいて、一人ではないんだと実感しました。ゼロ歳児というのはとっても大切な時期だということが分かりました。ママ友もできて外出も楽しくなった。また家事の手を抜くコツも教えてもらって真似していますなどの声を聞いています。高田さん、 BP プログラムはどこで開催されますか？市内の児童館や各子育て支援センターで開催します。東広島市では1年を通して市内各地で BP プログラムを開催しています。現在申し込み受付を行っている、これから開催予定の4講座の日程を紹介します。星雲保育園ニコニコルームで6月12日、19日、26日、7月3日のいずれも火曜日に開催されます。八本松葵保育園コンペイ島で6月13日、20日、27日、7月4日のいずれも水曜日に開催されます。認定こども園サムエル西条子どもの園で7月5日、12日、19日、26日のいずれも木曜日に開催されます。認定こども園愛育園ゆりかごで7月19日、26日、8月2日、9日のいずれも木曜日に開催されます。開催情報を知るにはどうしたらいいでしょう？開催情報については、保健師の赤ちゃん訪問や東広島市の広報誌ホームページでもお知らせをしています。お申し込みは、参加希望の BP プログラムを開催する各児童館子育て支援センターへ申し込み書をご持参いただくか、申し込み書を郵送ファックスしてください。お問い合わせは、子ども家庭課電話 082-420-0407 までお願いします。今週は子ども家庭課の高田さんと東広島市機関型子育て支援センター保育コーディネーターの上光さんに BP プログラムについて紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。